j コールは、アメリカ合衆国のスキャロライナ州、ファイエットビル出身のラッパー、ソングライター、音楽プロデューサー、ヒップホップミュージシャン、元プロバスケットボール選手。2007年、ミックステープ、ザ・カム・アップをリリースしたことで知名度を上げ、2009年に J.G. のロックネーションと契約。2011年のデビューアルバム、コールワールド・ザ・サイドラインストーリーは、 ベイビルボード200で1位を獲得した。2作目のアルバム、ボーンシナー、3作目、ホレストヒルズドライブも1位を記録し、2015年のグラミー賞でベストラップアルバムにノミネートされた。ジャズの影響を受けた4作目、4ユアアイズオンリー、続く5作目、KOD も1位を記録している。ピアノを独学で学んだ J コールはラッパーだけでなく、 プロデューサーとしても活動しており、自身のプロジェクトは、もちろん、ケンドリック・ラマーや、ジャネット・ジャクソンなどの作品もプロデュースしている。他には、ドリームビル・レコーズや、ドリームビル・ファンデーションなどの非営利団体のベンチャーも展開している。1985年、J ・コールことジャーメン・ラマー・コールは、西ドイツのフランクフルトで生まれ、8ヶ月後に、 アメリカのノースキャロライナ州ファイエットビルへ移住する。幼い頃に父親が彼の元を去ったため母子家庭で育つ。少年時代にバスケットボールと音楽に興味を持ち始め、2003年までテリー・サンフォード・オーケストラの首席バイオリニストを務めていた。J ・コールは12歳でラップを始め、2000年に母親からクリスマスプレゼントとして、 ASRX のサンプラーをもらったのをきっかけに音楽制作にのめり込むようになり、セラピストの名でプロデューサーとしての活動を始める。コールは高校を卒業した後、レコーディング契約を得るにはニューヨークの方が良いと考え、奨学金を得てセントジョーンズ大学に進学した。大学では最初コンピュータサイエンスを専攻していたが、孤独なコンピュータサイエンス教授の人生を目の当たりに、 して、後にコミュニケーションとビジネスに転向した。2007年に大学を卒業した後は、様々なアルバイトで生計を立てつつ、音楽活動を続けた。j コール2007年、大半の曲をセルフプロデュースで制作したミックステープザ・カム・アップをリリース。このミックステープには、JZ に提供しようと試みた楽曲が収録されている。2009年、 JZ が創設したレーベルロックネーションの第一弾アーティストとして契約を結び大きな話題を呼ぶ。6月15日、オフィシャルミックステープ、ザワームアップをリリースする。同年、XXL 氏のフレッシュマンクラスに選出された。2010年6月8日、デビューアルバムからの先行シングル、フーダとリリースする。10月12日、ベイアーンミュージック TV。 チャンネル、ブラックエンターテインメントテレビジョンが開催する、ヒップホップイベント、ベッド、ヒップホップアワーズにて、ルーキー・オブ・ザ・イヤー・ビモンに、ノミネートされた。2010年11月12日、2枚目となる、オフィシャルミックテープ、フライデー・ナイト・ライツをリリースする。ライブでの J コール2011年7月31日、自身のオフィシャルサイトで、無料の5曲入り EP、 エニーギブンサンデー1を公開。2011年8月2日、9月予定のデビューアルバムのリリースまで、毎週日曜日にコンスタントに楽曲やビデオを発表する企画、エニーギブンすんだを開始することを発表。2011年9月25日、デビューアルバムの全曲視聴を開始。また、このホームページでは同時にユニークな企画も開催されている。 その詳しい内容は、この視聴を楽しんだユーザーにお気に入りの一曲を選んでもらい、それに対し、ユーザーがツイッター、またはフェイスブックからコメントを投稿すると、その投稿したユーザーの顔写真が自動で、モザイクアート上に取り込まれていき、結果的に一枚の大きなイメージへと完成していく、というものである。2011年9月27日、デビューアルバム、コールワールド。 ザサイドラインストーリーをリリースし、全米ビルボード200にて初登場1位を記録。アメリカでの販売累計枚数も50万枚を突破している。ちなみに、このアルバム内に収録されているいくつかの曲は、彼がレーベル契約以前からすでに制作されていたものであると本人が語っている。また、全16曲のうち12曲は彼自身がプロデュースした曲が収録されている。 アルバム自体の評価としては13の専門サイトに基づいた平均点が75点と比較的高い得点をマークしており、この得点は多くの専門誌が前向きに評価しているのゾーンに位置する。また第54回グラミー賞では最優秀新人賞にノミネートされた。J-Call 2012年11月13日、セカンドアルバムからの先行シングル、 ミスアメリカを発表。2013年6月18日にセカンドアルバムボーンシナーをリリースした。アメリカでは発売初週に29万7千枚を売り上げたが、32万7千枚を売り上げたカニエウェストのイーザスには及ばず、ビルボード200で初登場2位にランクインした。しかしながら発売3週目には5万8千枚を売り上げて1位に上り詰めている。 2014年12月9日、3作目のスタジオアルバム2014フォレストヒルズドライブをリリースする。アルバムはビルボード200で1位を獲得し、初週で35.3万枚を売り上げた。アルバムは評価からも高い評価を受け、コンプレックス氏はこのアルバムを年間ベストアルバムの第4位に選出した。また、第58回グラミー賞の 最優秀ラップアルバム賞にシングルアパレントリーは最優秀ラップパフォーマンス賞にノミネートされた。ライブでの J コール2016年12月9日4作目のアルバム4 You Are オ y リ s Only をリリースする。アメリカではビルボード200で初登場1位を記録。アルバムからの10曲すべてがビルボードホット100のトップ40入りを果たした。 2017年の米ビルボード年間アルバムチャートでは10位を記録している。2018年4月20日、5作目のアルバム KOD をリリースする。アメリカではビルボード200で初登場1位を記録。また収録曲3曲がビルボードホット100のトップ10に入り、歴史上初めて3曲同時にトップ10デビューしたアーティストとなった。2019年7月5日、 ドリームビルのコンピレーションアルバム、リベンジオブザ・ドリーマーズ3をリリース。収録曲、ミドル・チャイルドが全米4位のヒットを記録し、アメリカではの X プラチナディスクに認定された。同曲とダウンバッドは第62回グラミー賞の最優秀ラップパフォーマンス賞にノミネートされた。また同グラミー賞では、ヤング・サグとトラビス・スコットとの楽曲、 ザ・ロンドンで最優秀ラップソングパフォーマンス賞にノミネートされ、21サベージの楽曲、エーロットへの客演で最優秀ラップソング賞を受賞している。2020年7月23日、ニューアルバムからの先行シングルとして、ザ・クライム・バックとライオン・キング・オン・アイスの2曲をリリースした。ニューアルバム、ザ・ホール・オフは2020年内のリリースが計画されて、板が頓挫する。 2021年5月4日、ニューアルバムのリリース日とアートワークが発表され、5月7日には、先行曲、INTERLUDE が公開された。5月14日、6作目のアルバム、The Off Season がリリースされる予定である。2021年5月10日、J-Call は、バスケットボールアフリカリーグのルワンダを拠点とする、パトリオット BBC と契約を結んだ。 j コールは2021年5月号のアメリカのバスケットボールザシスラムの表紙にも掲載された。j コールデビューアルバムからのシングル Can't Get Enough にはリアーナが仮面を出演しているが、その関係で一時期は彼女との交際が噂されたこともあった。しかし、両者とも否定している。2016年1月のライアン・クーグラー監督のインタビューで、 ジェイコールは結婚していることを明かした。妻のメリッサ・ヘホルトは、ジェイコールと一緒にセント・ジョンズ大学に通っていた人物で、ドリームビル財団のエグゼクティブディレクターを務めている。2018年5月に、ラジオのインタビューで、妻との間に息子がいることを明かした。2020年7月20日、ジェイコールは二人目の子供がいることを明らかにした。ジェイコールは、 バスケットボールの腕前がプロ並みと言われており、2020年には NBA のトライアウトのためにトレーニングをしているとも報じられた。ありがとうございます。